赤野コーチのパワフルライフ。今日も全メンタルコーチングの赤野コーチにお話を伺います。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。こちらこそ。さあ、今日はどんなお話でしょうか。はい、今回のテーマはですね、結果を出すために結果を捨てるということについてお伝えしたいと思います。出すために捨てる。佐伯さんはやっぱり仕事とかで結果を出したいと思う方ですか。はい、はい、もちろん。自分自身の結果を出せてる時って、結果をすごく出したいと思って頑張ってる時に結果って出ます？振り返るとコツコツ真面目にしたら結果は出るけど、何かを飛ばすと、あ、やっぱりなっていうことは多々ありますね。ありますよね、はい、例えばプロゴルファーで言ってもやっぱバーディーを取りたいとかっていう目先の結果があるわけね、はい、あるいはこの大会に勝ちたいということを思うわけです、だけどもその目先の結果にとらわれるとじゃあどうなるかっていうと、不安や焦りがやっぱり生まれるわけですよ、はい、グリーンにちゃんと乗るかな、はい、ピンにちゃんと寄るかな、と思うわけね。こう緊張感がものすごく高まるんですよ、はい、体とか心が自由に動かなくなるんですよ、で例えばゴルフで言えば、日頃は大きなスイングをしている選手がいきなり手で打ち始めたりね、あるいはリズムがすごく悪くなったりとかするんですよ、で結果的にそうするといいショット打てないですよね、いいショット打てないと結果が結局出ないと。でやはりこういうスパイラルに陥ると、せっかくこうね結果を出すために頑張ったのに、なんで自分はダメな人間なのってこう責め始めるわけですよ、それが結果的にスランプという状態になっていくと、いうことなんですね。でそういう選手に私出会って必ず伝えるのが、まず一回結果捨ててみようよということを伝えるんですね、だけど捨てれないんですよね。いや結果捨てたらもうプロじゃなくなるじゃないですかって、ビジネスの方も、いや結果捨てたら上司に首切られるじゃないですかって、あるいは仕事がうまくいかないじゃないですかって言うんですね。じゃあ結果を捨てて何にフォーカスするかっていうと、やっぱり心を大事にするっていうことなんですよ、でじゃあ心を大事にするってのはどういうことかっていうと、ゴルフで言えばいかにリラックスした心を作るか、でビジネスで言えば本来の自分のやり方ということに戻れるかどうか、そういう状態に戻せるかどうか、でそういう自分のいい心の状態を作れると、結果的にやっぱり心と体は動き始めます。自由に伸び伸びできます、で伸び伸びした結果として一番ベターな結果がやってくるという順番なんですね、だから結果を出したいってのはみんな一緒なんですよ。ただその順番を変える、まずプロセス、いいプロセス、いい心の状態を作る、そして伸び伸びした自分の自分らしいやり方を出せる、で最後にいい結果が出てくると。フィギュアスケーターの、荒川静香さん金メダルを取った、で彼女が、イナバウアーっていう、記憶に残る、演技があったと思うんですけど、実はイナバウアーって全然点数にならないんですよ。そうなんですか。あれをやったとしても全然プラスにならないんですね、でも彼女はあえて、彼女自身が自分のやりたい演技をとにかく追求したいというところを、優先したんですよ、だから彼女は金メダルを取るためのプレーではなくて、まず自分自身が本当に納得できるプレーをやってみたいと思ったんだよね、でそれを彼女が追求した結果として、多分伸び伸びとした演技ができたと、でそれが聴衆の心に残り、そして金メダルということに結びついたということなんですね、だから本当に爆発した結果を出されたい方っていうのは、目先の評価とかっていうのにとらわれるんではなくて、やはり自分自身のプレー、自分自身の在り方ということをまず整えていく、ぜひ、そこから始めていただきたいなと。で結果を捨てて自分の心を整えることに挑戦された方でね、うまくいかなかった人見たことないんですよ、例えばね、ビジネスでも本当に心を整えて、その自分で充実した仕事をされている方はね、誰か見てるんですよ。なかなか大変ですけどね。そうですね、はい、赤野コーチ、今週もありがとうございました。ありがとうございました。